エクセシオールカフェ新宿店エクセシオールカフェはかつて株式会社ドトールコーヒーが日本で展開していたカフェチェーンであるかつてドトールコーヒーによって展開されていたカフェチェーンであるフランス系のデザートカフェをコンセプトとしていた各店舗はオレンジ色を基調としており暖色系の内装が特徴的であったドトールコーヒーショップを展開していた ドトールコーヒーにより新たなカフェチェーンとして1997年に営業を開始した。日本国内に次々と店舗を展開したが2017年9月18日に最後の1店舗ルミヌ・大宮店が閉店した。なお一部の店舗は同じくドトールコーヒーが展開するエクセルシオールカフェの店舗に改装された。エクセシオールカフェは フランス系のカフェがコンセプトであることから、アルファベット表記としてはフランス語の、イキシージーアカフェを採用しているとされているが、フランス語に、イキシージーアという単語はない。一方、ドトールコーヒーは、エクセシオールカフェと類似する名称の、エクセルシオールカフェも展開しているが、こちらのアルファベット表記はイタリア語の、エクセルシオールコウを採用している。なお、エクセシオールカフェが、 フランス系のカフェであるのに対し、エクセルシオールカフェはイタリア系のカフェであるため、両者のメニューは大きく異なっている。また、エクセルシオールカフェの店舗がオレンジ色を基調としているのに対し、エクセルシオールカフェの店舗は緑色を基調としているため、外観で識別することは容易である。ただ、カタカナ表記だけだと極めてよく似ているため、読み間違えたり混同されることもある。 ありがとうございます。